長さ9メートルのこの施設ではアク抜きの作業が行われていたと考えられます。今現在地こちらですね。ここです。渓谷でございまして、直線で言いましたら13キロ上までね、全国の特別名所が5カ所しかないんですがね、そのうちの1カ所です。で他の特別名所はね、黒部渓谷、御嶽昇仙峡、泥八丁、上高地、で三段峡なんです。で三段峡はですね、大正6年に熊南保さん、そこに碑がございますがね、その方が入られて、熊さんと紅葉してますからね。で、その3つのから黒淵ぐらいですね。これがだいたいゆっくり歩いて1時、ここの非常にですね、見ていただいたらぼつぼついいとこある中で、これは本当大きいとこですね。ぐっと大きい埋まってるんですよ。これだけ日本一でここしかございませんのでね。でちょっと時間がないのでご説明はですね、100分